そういえば、お前の退職金はいくらあるんだ。2000万円くらいかな。口座に全部入ってるわよ。翌日、私がスーパーから帰ってくると、夫の荷物が消えていた。さらに私の通帳と印鑑も消えていたのだ。そして今のテーブルには離婚届があった。やっぱりね。それから数時間後、私の元に電話がかかってきた。お、おい、一体どういうことだよ。そのように声を荒げる夫。私はにやりと笑ってこう言ってやった。待っていたわよ。私の名前はユキ、65歳の主婦だ。と言っても、つい最近まで毎日忙しく働いていた会社員だ。私は大学を卒業してから就職した会社に勤めて、定年まで同じ会社で働いていた。自分なりに勤勉に会社に尽くしてきたつもりだ。決して大きな会社ではなかったが、そのおかげで私は結構な額の退職金をもらうことができた。これなら老後は安泰だろう。我ながらよく頑張った。定年退職をした時に私は自分で自分を褒めてあげた。そしてこれから仕事のない日々をどのように過ごそうか私は考えていた。夫は私の3歳下なので、まだ定年退職は迎えておらず働きに出ている。夫がいない平日の日中の時間をどう過ごそうか、私はそのことを考えるのでいつもいっぱいだった。だがそんな中、私は夫と最近喧嘩をしてしまった。おい、なんで今日はビールが冷えてないんだよ。ごめんなさい、ちょっとうっかりして忘れてたのよ。ったく、なんでずっと家にいるのにそういうところしっかりしないんだよ。無職になってだらけているからそうやって家事がおろそかになるんだよ。ちょっと、そんな言い方しなくてもいいんじゃない？私は今までずっと仕事を頑張ってきたんだから。それにだらけてなんかいないわよ。家の掃除とかちゃんとやってるし、晩ご飯だって毎日私が作ってるでしょ。そんなの嫁として当たり前のことだろうが。それなのにビールをキンキンに冷やすのを忘れるなんてありえないぞ。もううるさいな。2、30分くらい待てば冷凍庫でキンキンに冷えるでしょ。待つのが苦痛だったら先にお風呂に入ってくればいいじゃない。風呂のタイミングは俺が決めるんだよ。何勝手にお前が決めてんだよ。もうめんどくさいな。そんなに言うならご飯作らないからね。はあ、ふざけんなよ。おい待てよ。おい。私は言い合いをするのがめんどくさくなり、自分の部屋にこもった。夫は最近ちょっとしたことでもすぐ切れるようになった。更年期なのか何なのか知らないが、私にやたらと突っかかってくるのだ。いつも言ってくるのは、専業主婦になって楽できていいなとか、無職になれて幸せかとか、私が仕事を定年退職で辞めたことについてだ。夫の中では私は現在楽をしていてずるいそうだ。だが私は今まで会社員として一生懸命働いてきたわけだし、そんなことを言われる筋合いはない。それに仕事をしながらも私は家事をちゃんと両立させてきた。さらに言えば、子育てだって私が全部やったと言っても過言ではない。私と夫との間には和也という息子がいるのだが、息子の世話は私が全てやってきた。父さんがそんなことを？そうなのよ、ものすごく頭にきちゃって。それは母さんが怒るのも無理はないよ。父さんは自分勝手なんだよな。誰のおかげでここまで生活をしてこれたか理解していないんだよ。父さんとなんて別れてしまえばいいのに。いや、まあそこまでは思っていないんだけど。そうやって喧嘩をしながらも、なんだかんだ言って私は夫との結婚生活はずっと続けるつもりだった。やっぱりここまで何十年と連れ添ってきたし、今さら離婚なんてことは面倒だと思っていたからだ。だが息子は私のそんな回答にため息をついた。そんなこと言ってたら父さん調子に乗っちゃうよ。上から目線で物を言うのが得意な人じゃん。息子はそうやって肩をつくめた。確かに昔の夫もよく上から目線で物を言ってきていた。息子に対してもそういう態度をとっていて、私が怒ったことがあったのを思い出した。
きっと息子もその時のことを覚えているのだろう。そして息子は夫のことが苦手だった。俺、父さんのことは信用していないよ。絶対に何かやらかすと思うんだよね。いやいや、それは考えすぎよ。息子はそうやって言っていた。だがさすがに夫がこの年で何か問題を起こすとは思えなかった。もう定年を迎えるだけの男が一体何をするというのだろうか。それよりも私は老後の人生をどう過ごそうかということを考えなければいけない。仕事がなくなって暇？そうなのよ。やっぱりずっと働き詰めだったし、仕事が生きがいみたいなところがあったから、いきなりなくなると退屈になってしまうものね。そっか。なんだろう、新しい趣味を持つとか？趣味ね。この年で何か始められるかしら？そういえばお母さん、昔絵が好きだったとか言ってなかった？絵を描いてみればいいんじゃない？なるほど。確かにいいかもね。私は早速絵を描くための道具を買い揃えることにした。夫との喧嘩のことを愚痴っていたはずが、もともと悩んでいたことまで解決したので、息子はすごいなと思った。私の頭の中を整理するのに息子に話すことはとてもいいのかもしれない。それから息子と奥さんのことについての話になった。息子は去年結婚したばかりの新婚だ。私がいろいろと聞くと照れながらもちゃんと答えてくれる。初々しい夫婦の話を聞いて私は楽しい気持ちになった。新婚エピソードを聞いているとこちらまで幸せな気分になるのだ。だから夫との喧嘩のイライラも吹き飛んだ。ちょうど喧嘩の次の日が息子が休みで予定が空いていてよかった。じゃないとしばらく引きずっていたと思う。しかし、その日の夜、夫は驚きの発言をしだして、また私は夫に悩まされることとなる。ただいま。お帰り。ご飯できてるわよ。ああ、わかった。ちょっと話があるからお前も座れ。夫にそう言われ、私は仕方なく食卓の夫の向かいの椅子に座る。今日は夫が帰ってきたのは少し遅かったから、私はすでに晩ご飯を食べ終えていた。これから見たいテレビもあるのに、一体何の話だろうか。私が夫の言葉を待っていると、夫はこんなことを言ってきた。俺、会社辞めてきたから。は？ちょっとどういうこと？早期退職だよ。いやいや、早期退職って。だってあなたまだ定年退職まで3年もあるのに、さすがに早すぎじゃない？お前ばかりいつもずるいと思ってない。だから俺ももう仕事を辞めて悠々自適に暮らすんだ。悠々自適って。私は一気に気分が落ちた。いくら退職金がもらえるとはいえ、夫の稼ぎはもともと少なかった。それにやっと日中にやりたいことを見つけられて気分が上がっていたところだったのに、夫まで今退職して家にずっといることになったら落ち着いて絵を描くことができないじゃないか。きっと昼食の時間になったら私を呼んで飯を作らせるに違いない。いちいち中断させられたらやる気もなくなるだろう。そして私は夫が私に何も相談をしないで勝手に辞めたことにも腹が立った。普通、夫婦なのだからそういう大事なことは事前に相談をするべきだろう。夫の身勝手なところが最近はすごく目立っていて、私はこれからのことが一気に不安になった。だが夫は意外にも毎日のように外を出歩いていて、家にいることの方が少なかった。そのため私は一人でゆったりとしながら絵を描くことができた。お昼も夫に催促されることはないし、自分の分だけなら適当に済ませることができる。絵を描いている時間はすごく楽しくて、あっという間に時間が過ぎていく。気づいたら夕方近くになっていることが多く、私は熱中できることを見つけられてよかったなと思った。夫はいつもだいたい私の集中が切れた頃くらいに帰ってくるので、そのタイミングで私は晩ご飯の準備に取りかかる。私たちの退職後の生活はそんな感じだった。だけどお互いに一人の時に何をしているのか聞くことも話すこともしない。いつからこんな感じに冷え切った関係になったのだろうか。
今までは喧嘩っぽく言い合いになりながらも会話はあった気がする。だが夫は完全に私に興味がないようで、私に何も質問をしてこない。自分の飯と冷えたビールさえあればいいという感じだ。そんな態度を取られるので、私も自然と夫に対しての興味がなくなっていき、話しかけることもなくなっていった。だが一つだけ私は気になることがあった。それは夫がどれだけお金を使っているのかということだ。夫はわざわざ早期退職をしたので、普通よりももらえる退職金が少ない。別に外で遊ぶなとは言わないが、ちゃんと考えずに浪費していないか心配でもある。夫婦である以上、私たちは生活費だって共有しているのだから、夫が浪費をしてどんどんお金が減っていったら、それはさすがに困る。そのため私はさすがに確認をしなければいけないと思い、ある日夫に話を聞くことに。ねえ、いつも日中に家を出ていくけど何をしているの？お昼も家では食べていないみたいだし。私がそうやって質問をすると、夫は面倒くさそうな顔をした。ああ、俺が何をしようと勝手だろ。退職後の自由な時間までお前にどうして制限されないといけないんだよ。別に制限をしているつもりはないわよ。ただあまり無駄遣いとかはしないでほしいなって。私がそう言うと、夫は目を見開いて怒り、テーブルをガンと叩いた。うるさい。俺の金を俺がどう使うと俺の勝手だろ。文句があるなら離婚だぞ。そう言って夫は怒って外に出て行ってしまった。一体何なのだろうか。私はそこまで怒らせるようなことは言っていないと思う。きっと何かやましいことがあるから怒ったのだろう。それにあの感じ、結構長くのお金を使っていそうだ。私は自分の身の危険を感じた。このまま行ったら夫は私のお金にも手をつけるのではないだろうか。そんなことは絶対にさせたくない。私は自分の退職金などは全て別の口座に移し、夫が勝手に私のお金を使えないようにした。そして夫の日中の行動について更信所に依頼して調査してもらうことに。まあまあな出費はかかるが、夫の行動を把握して何をしているのか知っておくことは必要だと感じた。それから2週間ほど経って結果が出たのだが、私は調査結果を知って驚愕した。ドン引きしたという方が正しいかもしれない。夫はどうやら風俗に通っているようで、ほぼ毎日お気に入りの女の子を指名しているそうだ。わざわざ外に連れ出してご飯をおごってあげたり、ドライブまでしてまるで彼女のように扱ってるんだとか。私は吐き気がして夫のことを一気に軽蔑した。いい年こいたおじさんが家庭を顧みずにお金を無駄にしながらそういうお店に通っている。その事実だけで気持ちが悪いし、もう夫のことは無理だと思った。そして毎日通っているということは、私の想像以上に早くお金はなくなっているのではないだろうか。私はすぐに息子に相談をした。息子もドン引きをしていて、早く離婚をした方がいいと言われた。私もその通りだと思い、タイミングを見計らって離婚をしようと思った。だがそんな中、夫が先にまさかの行動に出たのだった。それはある週末の日のこと。夫がこんなことを聞いてきたのだ。そういえば、お前の退職金はいくらあるんだ。え？どうして？私がそう聞き返すと、夫は咳払いをした。一応妻の退職金などを把握しておかないといけないと思ってな。私はすぐに夫の考えていることが分かった。絶対に私のお金を勝手に使ってそういうお店につぎ込もうとしているに違いない。だがこれはチャンスだ。夫が何か行動を起こしたら、離婚の際に優位に働くだろう。そのため私は罠を張ることにした。2000万円くらいかな。口座に全部入ってるわよ。え？そんなに。お前結構頑張ったんだな。夫がニヤニヤしながらそう言った。夫のことだからすぐに行動に移しそうだ。
そんなことを考えていると予想以上に早く夫は罠にかかった。翌日、私がスーパーから帰ってくると夫の荷物が消えていた。さらに私の通帳と印鑑も消えていたのだ。そして今のテーブルには離婚届があった。やっぱりね。私は弁護士に連絡をし、離婚の準備を進めることに。それから数時間後、私の元に電話がかかってきた。お、おい、一体どういうことだよ。何が？お前退職金は2000万あるって言ってただろ。通帳には200円しか残ってないぞ。そのように声を荒げる夫。私はにやりと笑ってこう言ってやった。待っていたわよ。あなた私の通帳を勝手に盗んだのね。盗んだなんて言い方するなよ。夫婦なんだからちょっと確認をさせてもらっているだけだ。それならどうしてあなたの荷物が消えて離婚届がテーブルに置いてあるのかしら。これって確実に私のお金を持ち逃げしようとしてたってことよね。それはたまたまだ。通帳は返すつもりだったし、ちょっと借りただけだ。印鑑まで盗んで何をしようとしてたの？なんでもいいだろ。別に俺はやましいことはしてないんだからな。そうやってしらを切ったって無駄だからね。あなたがかりんちゃんっていう子に熱を上げてることは知ってるのよ。どうして彼女のことを？私がただ黙って生活をしていると思った？いろいろと調べてるんだから。私がそう言うと夫は動揺していたが開き直った。知ってんならちょうどいいや。俺は彼女と一緒になるから、お前とは離婚だ。俺とカリンちゃんは何度も愛し合ってるんだからな。さっさとその離婚届を出してくれ。俺たちの関係を終わらせようぜ。私はこんな男と長年連れ添っていたことを後悔した。残念だけど普通に離婚するなんて無理よ。あなたがそういうお店に通っていたことで激しい浪費をしていて、それが原因で夫婦の関係がこじれて離婚に至ったのだから、私はあなたに慰謝料を請求するわ。はあ？慰謝料？当然でしょ。それに何も知らなかったら、あなたは私の退職金も勝手に盗んで使うところだったんだから悪質よね。弁護士を雇って請求させてもらうから。ちょっと待ってくれよ。そんなの俺は認めないぞ。あなたが認めるとか関係ないから。法律が認めるかどうかだから。弁護士に相談したらあなたに対して慰謝料を請求できるそうよ。そういうお店に通っていることも、それが原因で夫婦の仲が悪くなっていることも証拠は揃っているからね。あなたの最近の私への暴言だったりはちゃんと録音してるんだから、私のこと舐めないでちょうだいね。一度裏切ってきた相手には容赦しないわよ。ええ。私が冷たい声でそう言うと夫は怯えていた。その後、私はすぐに離婚届を提出し、弁護士を通して元夫に慰謝料を請求した。ちなみに元夫がお気に入りのカリンちゃんにも一応不倫による慰謝料を請求したのだが、彼女からは完全にお仕事のお客さんであり、個人的にお付き合いをしているとかそんなことは絶対にないと強く否定された。逆に彼女は毎日のように来られて、まるで彼氏のように接してくるのが迷惑だったそうで、もう働くお店を変えようと思っているとのこと。要するに元夫はただの金づるの客で、よくいる勘違いの客だったということだ。だがそのせいで元夫は全てを失った。ひたすら通っていたから退職金はほとんど残っておらず、私から請求された慰謝料を支払わなければいけない状態だ。元夫は慰謝料を請求しないでくれと泣きついてきたので、私は次の作戦に出ることに。それは慰謝料をもらわない代わりに財産分与をなしにすることだ。実は慰謝料よりも私が稼いだお金を半分持っていかれる方が元夫にとってはプラスだ。一緒に住んでいた家は私が親から相続したものなので元夫には渡らないが、私が汗水働いたお金は財産分与があると元夫にも渡ってしまう。だが完全に動揺しきっている元夫には正しい判断はできないだろう。だからこのタイミングで私はそういう提案をした。すると元夫は、
ありがとう、そうしてくれと言ってすぐに承諾した。本当に元夫がアホでよかった。そう思いながら私たちの離婚の手続きは完全に終了した。元夫は手元に全くお金がないため、現在は少ない年金で貧しい生活を送っているそうだ。ちなみに息子は元夫に愛想を尽かしていて、すでに絶縁をしている。そのため元夫に頼れる人は一切いない。この先もずっと孤独に寂しい日々を送ることになるのだろう。全ては自業自得だし、本当にいい君だ。一方、私は元夫と住んでいた家を売り、前々から提案されていた息子夫婦との同居生活を始めた。息子夫婦と仲良く楽しい毎日を送ることができて幸せだ。これからもゆったりと絵を描きながら、息子夫婦と平和で穏やかな日々を過ごしていこうと思う。退職金を明らかに盗もうとしていたので、完全にこの夫はアウトですね。主さんは老後を目前にこんな最低な男と縁を切ることができてよかったのではないでしょうか。これからは息子夫婦と仲良く幸せな日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。